皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS の有名なメンバーであるジョングクのソロ展示会、ゴールデン・ザ・モーメンツがロサンゼルスで開催され、今年最も期待されているイベントの一つとなりました。この展示会は大成功を収め、チケットは発売開始後すぐに完売しました。 この驚異的な需要はジョングクのキャリアの貴重な瞬間を目にすることに対するファンや一般の人々の熱狂的な関心を示しています。この展示会の主催者であるフィーバーは、ファンからの高い需要に応え、12月の追加チケットと新しい日程を発表しました。展示会は当初11月17日までの予定でしたが、関心の高さを受けてフィーバーはイベントを延長することを決定しました。 これは BTS のファンであるアーミーや、まだチケットを手に入れていない訪問者にとって素晴らしいニュースです。ゴールデン、ザ・モーメンツ、テンデはジョンブクのキャリアの重要で象徴的な瞬間が紹介されています。BTS でのデビューからソロアーティストとしての驚異的な成果まで、様々なアートインスタレーションが彼の感情的な旅路を描いています。さらに、 展示会ではこれまで公開されていなかった独占的な写真、ビデオ、そして個人的なアイテムが展示されています。追加チケットと新しい日程の発表により、フィーバーはより多くのファンがこの特別なイベントを体験できるようにしています。訪問者はジョングクの世界に深く入り込み彼との絆を感じる貴重な機会を得ることができます。この展示会は、 ファンがジョングクについてさらに理解を深めるだけでなく、この才能を溢れる歌手の才能と献身を祝う場ともなっています。ジョングクはその力強い歌声、圧倒的なステージパフォーマンス、そしてファンとの深い絆で知られており、彼にふさわしい名誉ある展示会です。まだチケットを入手していない方は、追加チケットを早めに予約することをお勧めします。 以前のチケットがすぐに完売したことを考えると、追加チケットも早期に売り切れる可能性が高いです。この展示会はジョングクの功績を祝い、魅力的でインタラクティブな体験を楽しむ絶好の機会です。追加の展示日程やチケット購入方法については、フィーバーのウェブサイトやその他の公式チケット販売プラットフォームで確認できます。ジョングクの歴史の一部となり、 彼のキャリアを形作ってきた貴重な瞬間を目撃するチャンスを逃がさないでください。ファンからの熱意と期待を背景に、ゴールデン・ザ・モーメンツ展示会は、ロサンゼルスで最も記憶に残る展示イベントの一つになることが予想されます。驚きと誇りに満ちたジョングクの感動的な旅を、この特別な展示会で楽しむ準備をしてください。皆さん、今日の動画は以上です。 ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。